すまん、みんな。アイドリングストップとか意味なかったわ。さあせん。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。アイドリングストップについて、トヨタが。意味なかったわ、すまんすまん。って感じにアナウンスした話をしていくぜ。アイドリングストップって霊夢ちゃんなんか苦手なのよねー。消えたりついたり気になって。まあ、もともとは環境云々の話で欧州さんが、入れてたりしたが、どうやらあまり意味がなかったらしい。てなわけで今回は、時代遅れ。トヨタアイドリングストップ使ってるとかバカ？といらない子認定されたかわいそうな機能ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そもそも、アイドリングストップってどうして導入されたの？昔の車にはそんな面倒なシステム入ってなかったじゃない。歴史を遡るといろいろ見えてくるんだが、簡単に言うと排ガス規制のためだな。ああ、だから止まるたびにアイドリングをストップさせてたのね。てっきり燃費のためかと。それもあったろうが、直近で遡ると歴史は1978年に施行された自動車排出ガス規制。この規制は、日本版マスキー法と呼ばれ、一酸化炭素が 2.1g 毎 km、炭化水素が 0.25g 毎 km、窒素酸化物が 0.25g 毎 km 以下と、世界で最も厳しい数値が定められた。え、そんな昔から排ガスのことを考えていたのね。マスキー法って言えばアメリカのが思いつくけど、あの時のホンダさんの技術はすごかったわよねー。うぷ主生まれてないが、その時の話を聞くとさすがホンダ。って嬉しくなるな。話を戻すがこの頃から排ガスが人体に悪影響を及ぼすことが問題になってきた。排ガス規制の対象となる車は、基本的にガソリンを使う車全部だったな。ま、そりゃガソリン車しかないしね、ほとんど。さらにその後、1988年に施行された。アイドリング規制では、アイドリングストップの普及に大きく影響した。アイドリングは、大気汚染や騒音、悪臭、地球温暖化につながるため、全国の自治体では1970年代からアイドリング、ストップ条例が施行。この条例では、緊急自動車や冷凍車、ミキサー車などを除き、駐車時にはエンジンを切ることが義務付けていた。アイドリングストップの普及に影響した1988年の規制では、当初は、自動車メーカーがドライバーに自主的なアイドリングストップを呼びかけていたが、ユーザーも徐々に関心を持つようになったんだ。普通駐車時は当たり前に、アイドリングなんてさせないけど、そもそもそういう規制があったのね。ちなみに、アイドリングストップ義務違反の場合、罰則はないが、指導に従わない者に対して勧告、公表をすることができるぜ。まあ、これで何かあったとかニュースで聞いたことないものね。さらに豆情報として、1981年式のトヨタソアラは、マニュアル車以外の、普通乗用車で初めて自動アイドリングストップ機構を搭載したんだ。アイドリングストップは、停車中はエンジンを停止させ、スタート時は、モーターのみで動き出す機能で一般的には、15秒以上の停車時間がないと、アイドリングストップによる燃費向上は難しいと言われている。世界で初めてアイドリングストップを搭載したのは、1971年に登場した、4代目トヨタクラウンで、マニュアル車にのみ ESS エンジンオートマティックストップ&スタートシステムがオプション設定された。こんなコアな情報を覚えてる人なんてほとんどいなさそうね。そしてアイドリングストップ車の普及を後押ししたのが、2009年からスタートしたエコカー減税。これは当初、アイドリングストップ搭載が認定基準だった。しかし、現在は排出ガス基準を満たしているかどうか、に、置き換わっていて、こうした税金制度の変化も、非搭載車の販売を後押しした。2010年代からは、アイドリングストップ機構を搭載した車が、普及してきたが、最近ではアイドリングストップによるデメリットを軽減したい。ユーザーも多いことから、アイドリングストップ非搭載車も増え始めてるんだ。なるほど。把握した。そんでこっからトヨタさんのお言葉をいただけるわけね。そういうことだ。それじゃあ早速話の方を見ていこう。アイドリングストップは、オフ、の方がお得か？トヨタは、今後も採用しない方針。停止中の燃料消費を抑えることで燃費を改善するという。停止中の燃料消費を抑えることで燃費を改善するという低燃費技術だが、対して疑問視する声も多く、昨今はその効果に対して疑問視する声も多く、実際トヨタはガソリン車のアイドリングストップ機能を順次廃止している。そう入ってもすでにアイドリングストップが搭載されている車なら多少でも燃費が改善するのだからお得でしょうと思うところだが、トータルで考えればアイドリングストップ非搭載車と比較して決してお得とは言えない。トヨタ広報担当に取材したところ、
燃費や CO2 といった環境性能で十分に競合性があることと、アイドリングストップ搭載車であってもユーザーが機能を停止させているケースが多い。ガソリン車へのアイドリングストップ機構搭載は今後も採用しない方向で進めているとしていた。なるほどね。わざわざ入れなくても十分に性能がいいって言いたいのね。それに意外とオフのパターンにしてることが多いらしいしな。ちなみに我らがスバルの最新車種のレイバックもアイドリングストップはあるぜ。なお、アイドリングストップの目的は燃料消費量の低減イコール CO2 排出量削減だが、その効果は一般的な 2.0 リッタークラスのエンジン車の場合、10分間のアイドリングで消費するガソリンは130ミリリットルほどで、1時間だと780ミリリットル、ガソリン代に換算すると1時間あたり 141.4円。2023年9月上旬時点のレギュラーガソリン全国平均180円リッターで算出となるそうだ。うん、確かにアイドリングストップをオンにしていれば削減されるけども、1時間ものアイドリングストップは長い渋滞やストップアンドゴーが相当激しい環境下でないと到達するとは現実的じゃないわね。ガソリン代の節約量も正直なところ微妙ね。もちろん燃料代を考えるとアイドリングストップ機能は便利だと感じるかもな。だがこの機能を使うと実はバッテリーの寿命が短くなってしまい、結果的にバッテリーの交換費用が増加するんだ。え、何その欠陥機能、そっちの方が問題じゃん。通常の車ではバッテリーはおおよそ 3,4 年に一度交換が必要だが、アイドリングストップ機能がついている車では多くの場合18ヶ月から24ヶ月でバッテリーを交換する必要、つまり寿命が約半分に短縮されるわけ。なんか本末転倒な気がしてきた。さらにアイドリングストップ機能付きの車のバッテリーは通常の車のバッテリーよりも約 1.5 倍高い価格だ。これはアイドリングストップ機能が頻繁にエンジンを止めたり始動させたりするためバッテリーに大きな負荷がかかるからで、より高性能なバッテリーが必要とされ、それが効果になる。うん、ますます燃料代は節約できるかもしれないけど、長い目で見るとバッテリー交換のコストが増える点を考慮する必要があるわね。ちょっと昨今の EV シフトと問題は似てるかもしれないな。結局違うところにツケが回るって感じで、環境対策もいいけど最近の物価高騰を考慮するとバッテリーの交換が頻繁に必要になるのは財布に厳しいわ。さらにアイドリングストップで節約できるガソリン代が実際にはバッテリー交換のコストを完全に補ってくれるわけではないし。霊夢の言う通りだな。アイドリングストップ機能には他にもデメリットがあって、例えばエンジンが再始動する際の遅れや振動、騒音が気になる人も多い。さらに環境面で考えても高性能なバッテリーを頻繁に交換することが本当に環境に良い影響を与えるのか疑問が残る。確かに CO2 排出量は多少削減されるかもしれないが、その影響は限定的だ。霊夢ちゃんひらめいた。なら機能をオフにしておけばバッテリーは長持ちする。私頭いいわね。うん、本末転倒。まあそんな本末転倒なことをする人が多いからトヨタ的にはもういらんってなったんだろうな。今ではストロングハイブリッド車があるからな。駆動用のバッテリーを使ってモーターを動かし車をスタートさせられる。問題だったガソリン車のように発進するたびにエンジンを再始動する必要がないし、動力や発電が必要な時だけ起動するから補給用のバッテリーにかかる負荷は非常に少ないぜ。その結果アイドリングストップを使用しても従来の補給用バッテリーで十分なんだ。実際多くのメーカーのハイブリッド車はこのような従来の補給用バッテリーを使用してるし、そう考えるとスバルさんはそろそろストロングハイブリッドの車をラインナップしてくれてもいいのよ。2024年にはお披露目されるかもって話が出てるからな。それまで待つしかない。さてここからはこの話を聞いたネット民たちの反応でも見ていこうか。トラックドライバーです。僕が乗ってるトラックにもアイドリングストップついてます。本当にいらない。エンジンかけるたびにアイドリングストップボタンを押さないといけない。何かと不便です。こんなもん付けるならサイドミラーをヒート機能付きミラーにしてほしいです。結局アイドリングストップなんてのは CO2 排出ばっかり目が向いていた時代の落とし子だな。あれで環境に貢献したかのように見せかけるエセ技術、知り合いの車に乗っていていかに無意味なシーンで動作するかよくわかった。待ち時間が長い交差点の信号待ちでストップするならまだわかる。踏切で一旦停止するとき、停止は秒単位なのにいちいちストップしてる。だから発進しようとするとき改めてエンジンの回転が上がる。
一旦停止後の再発進が遅くなるし、燃料も余計に消費している。何よりも順調に回っているエンジンを短期で止めて、再起動って動作が車に良いわけがない。このアイドリングストップ機能は、エコとか言いながらエコ減税を受けるためのまやかしのように搭載されたものなんですよね。結果的に生産コストはかかり、バッテリー交換サイクルが上がり、全くエコではなくむしろ不要なものなのです。ちょっと考えればわかるようなものを、メーカー各社はエコという名のぼったくりを始めたわけですよね。なので補助金が出なくなったのをきっかけにトヨタは廃止の方向に持っていきました。燃費には若干有効かもしれませんが、ドライバビリティは大きく悪化します。よくわかるのは車庫入れです。過剰に反応するので頻繁に止まりますから、ワンテンポ遅れて前後に進むことになり、非常にやりづらいです。また自分の車は車両が停止する直前にエンジンが止まるのですが、エンジンが止まるタイミングと再加速するタイミングが変に重なると、ギア鳴きのような音がすることがあります。せめてアイドリングストップの使用の可否が固定的に選べると良いのですが、メルセデスを何台か乗り継いでますが、アイドリングストップ使ってるとバッテリーは3年で寿命ですが、アイドリングストップをキャセルしてると6、7年持ちます。C クラスで純正バッテリー交換6万円ほどなので、アイドリングストップごときで節約できるガソリン代じゃ全く割が合わないですわら。さらに信号待ちの度アイドリングストップしてたら、セルモーターも10年は持たないと思います。嫌な性枠、交換すると15万だそうです。私は毎回購入したら即アイドリングストップ機能をキャセルしてます。当然オフの方がお得に決まっています。あれほど不要な装備はありません。減税受けられなくてもいいので、オプションでアイストの非搭載車を設定すべきだったと思います。少しくらいガソリン代が浮いてもバッテリー交換でそれ以上に飛んでしまいます。うちの車もアイストがついていますが、アイストキャンセラーを取り付けています。バッテリーは8年持ちましたよ。みんなから嫌われすぎてて草、相当みんなこの機能が鬱陶しかったのね。まあ歓迎してる人なんてごく少数だろうな。ぜひ皆さんもアイドリングストップに思うことがあればコメントで教えてくれると嬉しいぜ。みんなでアイドリングストップの鬱憤を共有しましょう。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。